来る町は新潟市の中心として長年親しまれてきた繁華街です。新潟駅から信濃川を越えてすぐそこ、大きく5つのエリアで構成されます。今回は来る町の中でも中心となるエリア、来る町モールを訪ねます。ビューティストのムータンです。ロジル新潟の野内です。新潟来る町再発見。鍛冶工事という場所に来てるんですけど、はい、昔の江戸時代の地図で見てみますと、で実はこのエリア、これから行くこちらのエリアは江戸時代は旅籠町という場所だったんですね。まあ、旅籠町ということでね、たくさんの人がこう集まってた場所でもあるというわけなんですよね。この辺がですね、旅籠町だった頃の、まあ、絵図が残ってるんですけれど、これですね、新潟港、古町二野町って書いてありますけど、まあ、現在の五番町ということですね。でこちらでご飯を食べてるよと、まあ、建物の2階でご飯を食べてるんですけど、ここを見ると向かいの家の看板に会津屋っていう字が見えますかね。はい、下がってますよね。見えます。ここに会津屋市生誕地の日っていうこの日が立ってますけれど、はい、新潟市の名誉市民であります会津屋先生の、まあ、生まれた場所だよというわけなんですけれど、ちょうどこの場所でこの長谷川摂丹っていう江戸の絵師がご飯を食べているというわけなんですよね。ちょうどここですか。そうなんですね。こういうのを見比べながら街を歩いてみるのも非常に面白いかなと。ひときわちょっとこう目立つあの看板、ちょっと歴史が深そうでしょ。そうですね。ハリートさんですけど。ハリートさん、あー、ごめんください。こんにちは。随分と歴史がありそうなお店ですけど、いつからあるんですか。はい、明治6年の創業になります。150年近くという感じですかね。はい、私どもの祖先が当時播磨の国ですね、今の兵庫県から、うん、北前船で新潟に参りまして、ここで創業したと。別の屋号だったんですけども、はい、播磨屋の糸蔵ということで、うん、ハリーとハリーとと呼ばれて、うん、それを屋号にしたという。やっぱりあの港町新潟の歴史ね。そうですね。これすごいイラストですね。ね、ユークエリントンさん、うん、この古町モールはやっぱり日々ね、こういろんなイベントとかの場所にもなってますよね。うん、そういう点でもう江戸時代から、まあ、ここがにぎわいの場でもというわけですよね。まあ、こうやって今歩いてきたところですね、昔江戸時代は旅籠エリアなんて人がたくさんこう集まる場所ですし、港町新潟、この古町のですね、情報が集まる場所があるんで、ちょっと行ってみたいと思います。行きましょう。はい、こんにちは。佐藤さん、この施設はどのような施設ですか。はい、ここは町港情報館といいまして、こんなモチーフで作ったところです。信濃川、それから日本海、うん、でここが扇の要、この辺りの古町ということです。でこれはそれぞれの新潟市の各区、ここと信濃川、吾野川周運でつながってました。外からの荷物はそれぞれに入っていき、それぞれのお米などの産物はここに集まっていました。情報館でもあり、いろんなものが集まる場所というわけなんですね。そうですね。今町がどんどん変わってきていますが、佐藤さん、これから古町はどのように考えてますか。はい、ここ古町十字路、これは昔の新潟とゆったりの町づくりの交差点なんですね。この商店街のこの空間と、それからルフルの広場と、来る町がまたいろんな方たちが来て交流が生まれる町になればいいなというふうに思ってます。ぜひ新潟来る町を楽しんでください。